はい、山田です。本日紹介する商品はこちら、BX00 ドランザースパイラル 380T ですね。ドランザーの、レアベイゲットバトルでもらえます。あのブラックバージョンになります。パッケージはドランザーだけ色がついてて、あとは白黒ですかねになってます。まあこちら以前も紹介してるんでね、ちょっと詳細は割愛します。メタルコートブラックってことで、まあもともとドランザーも塗ってあるんでね、あんまり大差はないと思うんですけど、ちょっと上げていきましょうか。あー、シールありますね。こちらブレード、昔でいうアタックリングのとこだけ黒いで、ウェイトディスクのところは銀色の塗装ですね。これはあの原色のドランザースパイラルと同じになってます。でラチェットとビットは黒一色ですね。ラチェット黒一色です。クリアパーツではないですね。でビットはペーパーですね。そろそろ切り替えの対応したビットが出てほしいんですけど、まあ、ビットがちっちゃいんでね、機構を組み込むのが多分難しいんでしょうね。多分そこをちょっとタガラトミさん苦戦してると思うんですけど、出たらドランザーにつけたいなと思ってるんですけどね。じゃあシール貼りちょっとお付き合いください。私はこういうのはね、細かくてめんどくさいとこからやるタイプなんで、目から貼ってますけど、皆さんはどっから貼りますか？これしっかり貼っとかないとね、回してるとなくなるんですよね。昔のベイあるあるですけど、まあ最近のはね、粘着力いいんで剥がれてどっか行くってのはあんまないんですけど、よし、ラスト。それではドラシェルシールド復刻決定しましたね。非常に楽しみです。B
ビットはなんだろうね、メタルニードルかな、やっぱりなんか当てはまりそうなのはそれしかないんで、はい、できました。ドランザースパイラル 380T ですね。うん、AD だから背高い。ということで、以上になります。いやいや、待て待て待てと。じゃあちょっと重さね、測っていこうかなと思います。まずノーマルは 27.44、 ブラックは 27.74、 ちょっと重たいかな。あ、ブラックトランザっていうとね、当時を知ってる私からするとフレームの方が印象が強いんですけど、まあそれ狙って出したんですかね今回。もちろんバトルしますよ。よし、じゃあ電源オン。大統の3セットマッチで見てましょう。3、2、1、おーし、水平周ノーマル版にワンポイント。3、2、1、おーし、水平周ブラックバージョンにワンポイント。3、2、1、おーし、バージョンに2ポイント。3、2、1、ゴーシュ。フィニッシュ、ブラックバージョンにワンポイントってことで、第1セットはブラックバージョンの勝ちですね。じゃあ第2セットいきましょうか。3、2、1、ゴーシュ。フィニッシュ、ノーマル版にワンポイント。3、2、1、おーし。フィニッシュ、ブラックバージョンにワンポイント。3、2、1、ゴーシュ。フィニッシュ、ブラックバージョンにワンポイント。
3、2、1、よし。新フィニッシュ、ノーマルバージョンに1ポイント。なかなかバーストがないですね。動画だけなんで勝ち合うと思ってたんですけど。3、2、1、おーし。新フィニッシュ、ノーマル版に1ポイント。3、2、1、おーし。フィニッシュ、ノーマル版に2ポイントということなので、第2セットはノーマル版の勝ちですね。まあ動画多機なんで性能はほぼ互角ですね。あとはこの電動スタジアムの機嫌次第っていう感じですね。じゃあラスト3セット目いきましょう。泣いても笑ってもこれが最後。3、2、1、おーし。おーし、ターゲット飛んだ。スイフィニッシュ、ブラックバージョンに1ポイント。3、2、1、おーし。新フィニッシュ、ブラックバージョンに1ポイント。3、2、1、おーし。新フィニッシュ、ブラックバージョンに1ポイント。あれ、ちょっとノーマル版？3、2、1、おーし。クリーンフィニッシュ、ブラックバージョンに1ポイント。おっと、ストレート勝ちですね。ということでブラックバージョンの勝利ですね。はい、使用感は、まあドランザーだなっていう感じですね。まあこれも結構塗装剥げてますけど、まあ、こっちもそのうちそうなるでしょう。これはメタルコートで言わないにしてですね、書いてなかったんで。という感じでいかがだったでしょうか。よかったらグッド、高評価よろしくお願いします。以上、山田でした。バイバイ。